カットしてマテウス・トゥーレル反転大里、うん、また右はイーノ間合いを作って左足のクロス、おおっと、こぼれた、こぼれ球見逃しませんでした。大迫勇也9分神戸先制、エースの大迫です。こぼれてきたところよく冷静に押し込みましたね、はい、これは中のダイレクトの関係性なんですけど、やはり奪った後にここのサイドのサイドバックのスペースが空いてくると、で、はい、2センターバックの、まあ、1人グレイが引き出されたところですよね。でここは少しサールは多分周りが見えてなかったんですよね。多分武藤が後ろからこう飛び込んでくるのを警戒してクリアしたところが大迫に当たってしまったと。でもここよく決めましたよね、はい、ちょっとしたこぼれ球でした。